うぶかたよしおは、日本の鉄道研究家。小田急電鉄で車両部長や運輸計画部長などを、歴任した。東京市牛込区で生まれる。1929年、4歳の時に、世田谷区共同庁に転居。その後、父親の仕事の関係で1934年から1940年までは、中国東北部の宝天市に移住するが、それ以外は一貫して、 共同に在住している。日本大学理工学部機械科在学中には、日大鉄道研究会の発足に関わったほか、高松吉太郎が関わっていた、東京鉄道同好会にも参加している。1948年に、日本大学を卒業し、東京急行電鉄に入社。国鉄への就職も考えていたが、当時の国鉄は、運輸省直轄で、港湾や、 にに配属されるることとともあると聞き、地元の東急に決めたという。しかし、入社した時点で2ヶ月後には分離独立することになっていたため、その年の新入社員は車両部の一角に席はあったが、仕事は何もなかったという。同年6月1日、分離独立した小田急電鉄に移籍、研修も兼ねて、ア武ブ工場に配属となったが、1ヶ月ほどで本社運転下に、 移動、当時、取締役運輸担当兼運輸課長であった、山本里三郎の部下となる。この年の10月、山本から、連接者が走っているのはどこかと質問を受け、部方が即答したところ、数日後に、山本の随行者として、当時連接者として運用されていた、西日本鉄道500系の視察に同行することになった。その後、山本の下で、 同社3000系電車の開発に携わるが、1955年には、相模王の電車区長に移動。その後、企画室、運輸計画部などの部署で、運輸計画業務に携わる。車両部長、運輸計画部長なども歴任しているが、車両部門より、運転部門にいた期間の方が長かったという。また、1959年頃からは、鉄道ピクトリアルなど、 鉄道雑誌への寄稿も行うようになる。1979年以降は、箱根ロープウェイに出向、同社の専務取締役となり、7年ほどは自宅からロマンスカーで通勤していたという。その後財団法人、小田急電鉄事業団の理事も務める。2021年6月19日死去。95歳をつ。子供の頃からの乗り物好きで、特に電車。 中でも、小田急の電車が好きだと述べる鉄道ファンである。趣味者の団体である、鉄道友の会の参与を務めている。このほか、小田急関連の書籍が多数、鉄道ピクトリアルの編集委員に名を連ねているほか、他の鉄道雑誌にも寄稿している。ありがとうございます。